の朝ごはんも大体いつものです。ソイプロテインは1人前入れたので67キロカロリーになります。合計で371キロカロリーです。お昼ご飯は最近ちょっと外食が多いんですけど、今日も外食になっちゃいました。明日もちょっと外食ないそうです。まあ中では、カロリーが低そうな麦飯定食を頼んで、スパゲッティサラダ153キロカロリー、おでん類63キロカロリー、刺身こんにゃく115キロカロリー、もち麦ご飯273キロカロリー、マス汁15キロカロリー、たくあん7キロカロリー、寒天ゼリー59キロカロリーになります。合計が585キロカロリーになります。晩ご飯はトマトミール111キロカロリー、干しエビ8キロカロリーに、もつ鍋に、鶏の肉タグが入ったような鍋になります。ニラとキャベツともやしと椎茸が入ってます。お鍋がなかなか絡み切るのが難しいんでざっとになるんですけど、おそらく、まあ、420キロカロリーぐらいかなと思ってます。で、合計544キロカロリーで計算してます。1日の合計は1500キロカロリーちょうどになりました。もう実際けど昼ご飯も外食でなかなかわからないのと、今ご飯鍋だったので、なかなかこれも計算の入って大体になるんですけど、まあ、2、300キロ以上忘れるってことないと思うんですけど、まあ大体の計算でこんな感じになってます。で、バランスの方なんですけど、塩分がちょっと過多にはなりましたが、普通の、どうだろう、わかんない、オーバーかもしれない。もつ鍋なのにそんな特に塩とかその辺は入ってないんで、まあどうなんだろうなって感じですね。で、なんか今日赤いのがあって、なんだこの赤いのと思ったら、お菓子類ですね。寒天ゼリーがあったんで、初めて赤い色が現れたんでちょっとびっくりしました。もうかなかなそんなビタミン A が足りてないっていうのはあるんですけど、まあぼちぼちいいのかなと思います。嗜好性なんでこんなに高いんだろう、麦飯いっぱい食べたからかな。まあ明日もちょっと外食になりそうですけど、控えめに頑張りたいと思います。それじゃあ今日も終わります。お疲れ様でした。バイバイ。